こんにちは、ハードワーカーの大西でございます。いつもベアテニスチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。はい、今回ですね、以前ね、森戸コーチに解説していただいた平行陣での攻め方3パターン、それを私が実際にデモンストレーションをしてみたっていう内容でね、お届けしたいと思います。はい、その3パターンは、まず1つ目はロブのケアをしてスマッシュで攻撃をしていく。はい、で2つ目がドロップで相手を前に走らせる、もしくは前の相手のスペースを狙う。で3パターン目はストレートへの展開ですね。はい、まあ、それぞれ私が思うポイントもね、入れながらデモンストレーションもね、見ていただければと思います。はい、まずは、ロブのケアをしてスマッシュをするというところで、これはまあポジショニングですね。まあ、つなぎのボレーの時にサービスラインより内側でボレーすることもあると思うんですけど、前にずっと入ってしまうとやっぱロブ抜かれてしまいますので、打った後はしっかり戻るという動作を入れておくですね。はい、もしくはもう相手がロブを上げてきそうな構え、はい、で、上げてきそうなパターンですね。シチュエーションの時は事前にポジションを下げる。まあ、ここはちょっと予測をするっていうのがすごい大事かなとは思います。相手をしっかり見て、はい、続いてはドロップですね。この前のスペースに落とすっていうのはね、すごい、ジョダブでは有効になってきます。ただ、空いてるにもかかわらずどうしても一度ね、繋いでしまうっていう方が多いと思いますので、積極的にこう前に落とすっていうパターンをね、自分の中で取り入れていただければと思います。でドロップは、あまり低いところを通しすぎないですね。はい、少し山なりにストンと落としてあげるような感じで、プラスサイドスピンであったりスライス回転をかけることによって落ちた後あまり前にボールが弾まないようにっていう工夫をしていくと、より有効な、ドロップになるかなと思います。はい、ストレートへの配球ですね。この浮いてきたボールをストレートに叩くというのはまあよくあるパターンなんですけど、低い、まあ、ローボレーであったりハーフボレーをストレートに流すっていうのがね、今回、まあ、重要な攻めのパターンの一つとなっております。で私がね、実際ストレートに展開するときに意識していることは、まあ、ラケットと体はしっかり一体化、はい、手だけでストレートにまず持っていかないっていうところと一体化させておくですね。で、内側から外側を狙うときはここから、まあ、少し体を広げていくんですけど、まあ、あまり開きすぎないように、はい、どちらかっていうと少し閉じて終わるような感じがあるかもしれないですね。はい、体のこの前に向ける勢いというか体を少し回す勢いでストレートに配球していくと安定しやすいかなと思いますので、はい、そちらのデモンストレーションもご覧ください。前回ね、解説してくれた平行陣での攻め方3パターンですね、解説していきました。はい、でぜひね、皆さんも今回私がやったデモンストレーションを、ちょっとイメージしていただきながらですね、はい、実際平行陣の攻撃で、攻めのパターンをどんどん作っていただければと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。